インスティクト、セルバンテス東京にて、建築家、山本利研や、ゴンセロデ・ベニート・セカデス中日スペイン大使とともに、山本利研の右隣にいるのが、石川大使、成光、ルイス石川小林は、ベネズエラの外交官、大使。2005年より、中日ベネズエラ大使、シウダ・ボリバル出身、沖縄県出身の日系ベネズエラ人の父親と、 山梨県出身の日系ベネズエラ人の母親との間に生まれた日系2世。母国語のスペイン語に加えて日本語と英語にも堪能。1998年5月、シモンボリバル大学を卒業。ハーバード大学大学院やボストンの経営コンサルティング会社で研修した後、2001年3月から中日ベネズエラ大使館で経済、商務担当官を務める。 2004年11月より、在スペインベネズエラ大使館の経済、商務担当官2005年7月26日、中日ベネズエラ大使に指名される。同年8月、中日大使に就任。同年10月31日、皇居で新任状を法定した。中日大使として在任中の2010年、ベネズエラ生まれのソプラの声楽家コロンエリカと結婚。結婚式は、 夫人の出身校である、精神女子大学のチャペルで挙げた。夫人との間に三段数目。2015年12月15日、内閣総理大臣、安倍晋三が日本語を話す、中日各国大使24名を総理公邸に招いて、昼食会を主催したが、参加した各国大使のうち、石川大使が自席であった。安倍と日本語を話す。 中日各国大使との昼食会は毎年度恒例のイベントとなり、第2回、第3回、第4回、第5回の昼食会においても、石川大使が自席で参加している。2019年2月19日、自由民主党動画チャンネル、キャファスタが配信する、竹井俊介司会の番組、ディスカバーワールドインキャファスタに出演した。2019年8月7日、 原水爆禁止世界大会が長崎で開催されたが、その開会総会では、オーストリア欧州統合外務省の講師、ゲオルゲビルヘルム・ガルホーファー、中日メキシコ大使、メルバマリア・プリア・オラバリエタに次いで、非同盟運動議長国ベネズエラの代表として、石川大使が発言し、アメリカ合衆国を筆頭とする、 核保有国による核兵器の近代化や新型核兵器の開発を非難しつつ、核軍縮と核不拡散を進めて、最終的に核兵器を完全廃絶するべきであると訴えた。2019年9月、石川大使とその夫人、及びベネズエラ大使館員ら5名の保有する SMBC 信託銀行の口座が凍結された。これは遡る8月5日に、 米大統領、ドナルド・トランプの発令した大統領令が、ベネズエラ政府関係者による、米ドル取引を禁じたことに基づく措置であったが、日本円の口座を凍結する根拠を書いていたため、大使館側の抗議に半分を応じる形で10月3日に、日本円口座の凍結のみ解除された。2019年10月22日、公共性電末の間で、 近所陛下の即位礼正殿の儀が取り行われ、石川大使がベネズエラ代表として参列した。2005年、石川が中日大使を拝命した頃のベネズエラは、原油港による豊富な石油収入を原資として、大統領後チャベスの主導する社会主義政策が一定の成功を収めていた。2013年3月にチャベスが正居すると副大統領、ニコラス・マドロが、 暫定大統領を務め、同月14日、憲法の規定に則っ,った、大統領選挙において、得票率49.1%のエンリケ、カプリレスに対して、得票率50.7%を勝ち取り、心昇ながらも大統領選を制して、正式な大統領に就任した。しかし、2015年12月の国民議会選挙で、ハンマデロ政権の野党が3分の2を占めたことを、 きっかけにマドロ政権は国民議会排除と与党が議席を独占する政権議会設置を強行しマドロ派と反マドロ派の対立が深まった。2018年5月21日の大統領選挙も事前に有力な野党政治家の選挙権が剥奪され、それに反発した主要野党がボイコットしている状況下で行われた。マドロは 国民の投票を監視し、自分に投票しない国民の食料配給を止めるなど、なりふり構わない選挙戦を行った。そのため、アメリカ、欧州連合、日本などは選挙の結果を承認しなかった。経済的にも2014年の原油価格下落をきっかけに、ベネズエラ経済は低迷して、急激なインフレに見舞われ、2018年には通貨を10万分の、 一に切り下げるでのみを実施する混乱状態に陥った。2019年6月7日の国連難民高等弁務官事務所の発表によれば、ベネズエラを逃れる難民数は400万人を超えたという。こうしたベネズエラの状況のため、近年の石川はベネズエラ情勢をマドロ政権の立場から釈明を行うことが多い。2017年5月25日、 親マドロ政権ベネズエラの中日キューバ大使、中日ニカラグア大使、中日ボリビア臨時代理大使が臨席する日本記者クラブの会見において国民の8割以上がデモに否定的だとする調査結果や米国による野党勢力への資金援助などを例に挙げてマドロ政権の立場を説明し真摯に真実を追求してほしいと求めた。また2019年2月1日 日本記者クラブにおいて、石川は通訳を除けば単独となる記者会見に臨み、国民議会議長不ングアイドが暫定大統領への就任を宣言したことについて憲法違反であり、政権転覆を企てたクーデターだ。正当性はないと急断し、グアイド氏は野党間の臨番で国会議長になったに過ぎず、全く無名の存在だった。それが、 彗星のごとく踊り出たのは、米政府が後押しして、クーデターを仕組んだからだ。暫定大統領就任宣言の前日に、ペンス米副大統領が、グアイド氏に電話で宣言を促したとして、米国を批判した。石川は、マドロ支持及びグアイド不支持を前提にした上で、事態収集の解決策として建設的な対話を求めた。しかし、同年2月19日、外務大臣、 河野太郎が外務省会見室における記者会見で我が国としてグアイド暫定大統領を明確に支持することを表明いたしますと公式に表明した。これを受けて翌20日、石川は中日ベネズエラ大使館で記者会見を開き、ベネズエラ国民は平和的解決を目指しており、グアイド氏への支持表明は対話に向けた努力に水を差すと指摘した上で、 日本は対話を支持してほしいと訴えた。2019年2月22日、日本共産党副委員長、小形康夫がマドロ政権を批判した、同等生命、弾圧や目人権と民主主義の回復を、ベネズエラ危機について、お石川に提出。石川は非常に残念だ。ベネズエラの情勢については何度も説明してきたが、それが宙に浮いてしまったようで心が痛む。 ただ、我が国のことを心配していただいていることには感謝している。現在の事態は米国による介入によって引き起こされたものと応じた。これに対して、小形は、米国の金融制裁が始まったのは2017年8月からで、危機はその数年前から起きていると指摘。貧困化、弾圧などの人権侵害と法の支配の崩壊についての国連文書を引用しつつ、 現在の危機の主要な原因は政権による失勢と反論した。2019年4月30日にグアイドがリハン兵士らに自宅南京から救出されたレオポルド・ロペスと共にビデオメッセージを出し軍に決起を呼びかけた。これにより反マドロ派の軍人たちがマドロ政権側と衝突した。その後ベネズエラ各地で衝突が発生した。カラカスや多くの都市で マドロ政府軍が10時間にわたり催涙ガスなどを使用してデモを鎮圧した。マドロ政権側はこれをクーデターであると非難し、クーデターは失敗に終わったと主張している。石川も同年5月10日に日本記者クラブで3ヶ月ぶりとなる記者会見を開いて民主主義を標榜してきた人物が実際は武器を取って、 嘘や騙しで軍隊に働きかけた、米国はベネズエラへの介入度合いを強めているが、その最後の道具であったグアイド氏は勢いを失ったと、グアイドを非難した。一方アメリカ政府は、アメリカは、グアイド氏を暫定大統領だと考えており、明らかにクーデターではない。グアイド氏側による勇敢な行動だとして、グアイドの行動を指示表明した。ありがとうございます。